さあ今日はね、はい、まあ秋口に入って、はい、なんとですねディレクターの進藤がですね、うん、はい、入院いたしまして、はい、はい、なんかみたいですね。まあまあ大したことは全くない、大丈夫なの、結局暴飲暴食だという、食いすぎ飲みすぎという、あれですかね、よっちゃんに振られたからですかね、やっぱりまだ振られて結論出てないんです。あ、振られてないんですか。いや、ごめんなさい、振られる振られてる問題じゃないね。ただの仕事上の関係だけみたいな。今日は上司が来てるから。あ、そうなんです、ね、上司はその事件知らないと思うんです、はい、あ、そうなんです、ね、それは知ってたか、知ってたか。ほんでまだ振られたって、結論つけるのよく、君と石川梨花ちゃんが、よくなんか、何にもないのに結論出たみたいなこと言うけども、まだ諦め、進路はまだ諦めては。あ、そうですか。でもなんか、めっきり言っちゃうが、言ってましたよ、それは。何もう諦めたって、はい、いや、諦めたって諦めへんじゃなしに、うんうん、単なる仕事上の付き合いやったんですね、って。そうですよ。でほら、よっちゃんも全然ヤンタン出なくなったじゃないですか。こんなんじゃない、シビアなやついたんですよ。それはたまたまやって。たまたまで。たまたま。でも一番かわいそうな奴はゲイじゃんって。準レギュラーって半年に一回しか呼ばれへんで。そんなバカなことはないよ。はい。それかわいそう。だから今日はなんか、この秋口に来てね。はい。いや、吉本も剛がまた胆石で入院したり。そうなんですか。まあまあ、あれは前胆石やってて、胆石かな。はい。膵臓か。どっちかやな。はいはい、そうです。水炎というか。水炎だ。はい。はい、それで、また石が出て。はで、まあまあ、これは一回、落とすんですけど、また再発するのは分かっていて、で、俺がね、見舞いに行ったのか、言ったらやめてください、言うて、またね、石が出ますから、やめろ。今日ぐらい退院してんのかな。だから、進路は来週、退院。だから内臓系があの年代、すごい、弱いんで。そうですね。そやね、河本もね、あれやし、いろいろいるよね、福田も。福田さんもそうですね、中途の。そうだ。うん。福田も。自身がブレーキのあれやろ。おぉ、あかんみたいな。久々やね。はい、そうなんです。すごい久々ちゃう。そうですね。わかりかった。ほんとですか？メガネかけて。何年経つね。多分、ここの番組前出させていただいたのは多分1年前ぐらいだと思うんですけど。1年まだ。多分そうだと思いますよ。あ、そうかそうかそうか。そんなにはまだ経ってないと思います。じゃあ、藤本と亀井と。ごめんなさい。ちょっと。小川と。小川と、で、吉川と申します。よろしくお願いします。吉川が、来てますから。はい。またこれまたバランスの変な感じで。不思議な、不思議な3人ですね。今日はさよならコンサートでね。はい。愛ちゃんが。愛ちゃんがね、来れないっていうのもあるんですけども。はい。もう急遽集めたの、藤本ね。そうです。私3週連続なんで。そうやな。はい。今月ちょっとレギュラーとして。はい。なんかトラブルでな、一週で。あれは中澤とか連絡行ってなかったんけ、なんか。カトノリさんです。あ、そや、カトノリのことを連絡行ってなくって。そうです。だからこの3人で仕事するのもないでしょ。ないですね、だね。そうですね。だから、気ぃつけとかないかんのは、すごい喋りが古いんで、我々も、ちょっとどうしてええもんか今悩んでる次第です。だって俺らは少し笑かしてるの違うかって言ってる。あ、そんな気なの？違う。19歳でやってます。まだ二十歳行ってないんですか？そうなんですよ。行ってないのに、俺たちの時代の、俺たちが二十歳が40年ぐらい前、30何年前の、スナックの女みたいに喋り出しますから。いや、なんでよ。いや、本当に違います。もう10代の喋り方でやらせてもらってます。ほらほらほら。やらせてもらってます。どっかの漫才師みたいな。だんだん年齢がこう、上がってくるの、喋るごとに。そんなキャラだったんだ、知らなかった。知らなかった。でもね、要するにアップロンとか一押しのアイドルが来ますって言って、ものすごいこうね、なんかイケイケの、おしゃれな感じのトークする人だなと思ったら、えらいこってりした。漫談でも2、3本ネタ持ってるよなんて人で。そうそう。確かに。小津江みどりさんを彷彿させるような、喋りでね。だから今日は私はもうこれ終わって、まあ、庄司はこれいけないんですけども、してくれるんですね。じゃあ、もう高橋のね、舞台とかコンサート、はい、今まで行く行く言うて、もう散々10年嘘ついて。ないですよね、本当に。じゃあ、本当に、何があったんですか、今回。
何事さよならやしやな。だって、いや、だってさんまさんがそのアイドルのコンサートとか行かないもん、ライブは。他の人とは行ってない。高橋は10、これ古いしやな。そうですね。7年ぐらい多分。俺、もうね、レギュラーやってるやんか。はい。それで行ってスケジュール分かってるやんか。この、あ、そっか、ちょうどこれ終わりましたね。これが違う曜日なら仕事やねんって言うんだけど。確かに。この後の、全員で嘘、見えなかったね、全員で嘘つけないやん。お前頼むのってで、そこまでするもんでもないしね、全員が結託して嘘つくっていうのは、これはできない。すごいよね、すごいことくるなんて。だから、本当にあの、モームスとかやれ、他の AKB さんでもそうやねんけど、スマップでもそうやね、行って、これどういうポジションでやっていいかわからないのよ。私、愛ちゃんを見てるさんまさんをずっと写メ撮っといてもいいですか？いや、だから静かになんかこんなことしてると思うよ。こうやって横で。これがね、困るんですよ。確かに。あれ、舞台とか芝居とかよく行くでしょ、私なんか。それはまあまあ見てたらええことやし。盛り上がる系ですからね、俺は。歌も踊りもあるから。まあでもさんまさんがイエーイってやってんのもちょっとショックだし、ショックだし、せえへんわ、ほんとそんなの。見たいです、イエーイとか、そんなこともせえへんよ。それはでけへんわって言ってるのは、タクシーの広瀬さんに、そういうのが見つかった場合、逆に突っ込まれるからさ。タクシーのね、運転手さんの広瀬っていうのが、浜崎あゆみのコンサートに、私と同い年ぐらいなんですけど、毎回行っててね、イエーイって言うてんのかって言ったら、言ってます、心の中でって。心の中ですか。で、えらい怒ってるんですよ。この間、浜崎あゆみのコンサート行ってきたんですよね。許せないですよって言うから。何やねん、何があったんやって。へそ出してないんですよ、へそ。あのね、さんまさん、浜崎あゆみがへそ出さないってどういうことかわからない。どういうことかわからないけど、その時の衣装は、へそ見に行ってるんですよ、僕は、とか言って。いろんな不安がいててね。まあまあ、もともと森高千里さんの不安で、その人は。電撃結婚で、もうすっごい怒ってるんですよ。ショックだったんですよ。アイドルが電撃結婚はもう絶対しちゃダメなの。今までのファンの気持ちを何だと思ってるんだと。まあね。藤本さん。そうですね。ということで、いや、お前とも電撃でもなかったやないか。まあでも電撃の、ガンマ役だったんで、ちょっと。ああ、はい。お前でもあれは付き合いやからな。あ、そうです。ちゃんと、1年半ぐらいちゃんとお付き合いして。森高さんは、彼氏がいないいないって言ってて、ああいうファンの人って、まあ、チャンスはあるとは思っていないやけど、ひょっとしての気持ちが持ちたいのよね、あれ多分。そうやね。そういうのがあってね。だから、もう私はもう、スマップのコンサート行っても、いじられてどうしていいかが汗流れるしやね。そうそう、木村がわざとね、今日歯が出たおっさんが一人来てますよ、言うて、5万人がね、うわーっと見るわけですよ。そうですよね。そういう時はどうもどうもみたいにならないんですか？だから、なんかマイク用意してくれてて。で、まあ、ちょうどその時、醤油ことが、流行ってたんで、それ言うたらドーンと受けたの、ジミーがいたんで、その時。ジミーと一緒にやってる、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 それをやってる、やってる、ジミーがもう、舞い上がりすぎて、全然聞こえない。うわーって、せっかく舞台で、木村君が、ジミーさんやってますとか、うわーって、もう、ワンワン、ワンワン。5万人に見られてるから、緊張しちゃう。緊張するよ。まさか客席にピンスバだってマイクが出てくると言ってるもんやから舞い上がる。いやでも振ってもらえるあんたらはええわ。そやな、あんたね、東方神起やったからね。全然振ってもらえる。東方神起に。東方神起にそういうことを言ってくれって、東方神起さんから、来たのよ。オファー来て。あ、へぇー。おぉ、すごいじゃないですか。東京ドーム。はい。そこで、東方神起が、まあまあ日本語もそうね、半分ぐらいわからないし、村上しのりさんというのがいるから、その時東方神起がテレビでそういうことってやってたんですよ。それで、村上さんの本物をって客席で振りますからって。そういうことって言ってドーンと行く予定が。入り口で醤油瓶持たされて、ポケットにずっと入れて。1時間経ち、2時間経ち、3時間経ち、どうもありがとうあれれって。なんだったの？振るの忘れて。もう本人やもん。まあ、大きなコンサート、あの時は、日本で初めてやったやろから、もう自分たちももう前からって。そんな歌詞とかね、歌の順番とか踊りとかあるから、村上昌司のことが心配せられへんやんか。タクシーと来たのを客席にずーっと。ただ見に行った。で、その時、マネージャーの姉妹やつに、そういう意味渡されてて、中身入ってるやつ。
後、出ていた時俺、その醤油瓶で頭殴ったったもん。マネージャーさんを。この、あったかかった醤油、どうしてマジで、マネージャーの爪の甘さが出てるんですよ。確かに。そう。まかないね。それも恥ずかしくて、くるくるもってドキドキしてる。さまざまな来るってやん、もう絶対。うん、そうやって、振ってくれてるやん。逆にそっちの方がいいけど、振られんのも。確かに。まあ、半分仕事も知ってるからな。そうですね。オファーがあったわけですから、ね。オファーがあったわけです。俺なんかは行きたくて行ってますから、まだコンサート。プライベートでみたいな。そうそうそう。だからまあ、ね、今日もまたね、俺もじっとそんなに、弾けないよ。弾けてもおかしいし。そうですね。やんないんですか。愛ちゃんの内輪もって振っててください。こうやって。ああ、いい。飲み口にちょっとそろそろ着替えるわとか言うて、なんかスカート履くんちゃいますか。衣装用意しますか。みんなにバレたかんから、お前ちょっとあれ、さっき、もうほんまにね、だから行けないんですよ。こういうなぜ来てくれないんですかとか。その合間切れたところで、けったいな笑いしなはんなよ。いや、そら、確かに。笑うところはないやろからな。あ、そっか。まあ、一応ないとは思いますけど。そんな、爆笑トークしたり、コントしないんでしょ。コントはないですね。コントないでしょ。さすがに。だから、我々、そのね、関根さんの舞台だ、小坂君の舞台だ、とか、はいはい、皆もう恒例でお互い見に行ったり、したりしてるんですけども、はい、我々はやっぱりプロですから、はい、この、計算されたオチは客笑いますけど、はい、我々はそこで、そう、大きく笑だから感心するだけでね、ああなるほど、こう思っていったかって、もう滑ったりね、なんか細かく噛んだりとか、自分が思ってるほど受けないことを思い切り言ったりとかするのが、面白い。まあでも僕がもうね、変なつもりで、ああってなるんですよ。あ、でもあれじゃないですか、しげさんの歌を生で初めて聞くわけじゃないですか。そこはすごい楽しみじゃないですか。笑っちゃうかもしれない。普通で歌うわけじゃないから、そんなに分かれんちゃうか。でもお前終わってから進路みたいに茂とこ行ってやで、面白かったわーっていうのを言って。確かに、本人ちょっとショックですよね。あれ真面目なんだけど。進路も気ぃつくて、ね、音外したことをフォローしたのと思って、しげさん面白かった。ガチですね。えらい傷ついてましたからね。しげさんはガチですからね。ショックだろうな、多分。そう言われたら。あいつ、笑わすつもりで落とせるわけないからね。真剣に。そのもあんのかな。あ、どうなん、愛ちゃんは多分あると思う。愛ちゃんはまあ、歌うまいですからね。しげさん、ソロあるんか。ないやろ、しげ。こんなの歌、ソロあるとか言ってたのなんかな。なんかね、なんか言ってたけども。でも、ちょいちょい今まででもソロやってますよ。そう、なんか。ちょいちょい、徐々に増えてきてるらしいねんけども。一人で歌ったりもしてるよね。してるだから、ライブだと。ラップ？ラップ付きのやつやってましたよ、この間。でもラップは愛ちゃんとか、赤ラップを歌って、しげさんが、メインボーカルだね。いや、それ笑わ、ちゃんとやるやろけどな。私もでもそのライブ見に行ったけど、なんかこう、お、聞いたことがなかったんで、その曲。うん、そういう曲なのか、もう何なのか、わからないっていう。合ってるのかな、みたいな。感じでしたけど、そういう。まあ、昔みたいにひどく外さないやろからな。確かに。外さないかも。でも、ソロだと結構目立つと思いますけど。バラードが怖いね、もし。愛ちゃんに送る曲です、言うて、なんかバラード歌いちゃったら怖いね。客ももうドキドキするやろね、外さへんやろかな、とか。アップテンポはごまかせますけど。そうですね。バラードだけはもう、ごまかせないし。ほんで、やっぱ歌うまい人が圧倒的に有利な曲やからね。それは、これはまあ、みんな行くの今日。行きます。あ、キッカーも行くの私も行きます。お前は愛ちゃんとはそんなに知り合いでもないでしょ。でも私、ハロプロエッグっていうところの研修生にいて、その時に、聞こえた聞こえてる聞こえてるっていう感じ。その時にちょっと、バックで踊らせてもらったりとかしてたんで、関わりはあるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。そしたらここにいるのは、庄司だけ来なくて、あと全員。そうですね。行くわけだ。はい。どうしようかな、もう、静かに。行きますよ、ダメです。多分黄色いサイリウムを配られると思いますよ。はいはいはい。あ、そうそれ。愛ちゃんのカラーが黄色いから。で、その卒業の歌とか、そういうタイミングで、なんか。全員同じタイミングで黄色を出すんですよ。はぁ、合わせなあかんのか。そうなんですよ。そうなんですよ。なんか、この色を持ってた人も、その時はもう黄色一色になったりする。あぁ、そんな言うな、間違うて絶対違う色出しよう。違うブルーとか。あそこだけ。で、まっちゃん、これ何色？ブルースカイ、ブルーブルーに入って濃いんですよ。スカ
いとったらええのに。今日も朝までやってました、今日も。今日も朝までブルースカイブルーやってたんですか。やった。すごい元気ですね。いや大きな大変やって、それをあの暴れ太鼓、歌う お姉ちゃんがいてね、あのもうほぼもうあのお前の旦那みたいな状態で歌う家に、すごいですね。それで紙吹雪、あ桜を吹いてる時、ははあの桜とほら、ははあの桜の紙吹雪を巻くんですよ。何やっとんねん、何やっとんねん朝まで。何してんの本当に。なあ、俺ら やるねんって、何やってんねんだから、ね。違うね。夜桜をもうひーちーって、最後バーっていっぱい巻いて、はい、下からうちわでバーって仰ぐというカラオケがあるんですけど、あの銀のやつが喉や入ってしまうて、おいしょ、大変だったの。これ水飲まいしたけど、ね、うえーってなって、ダメだ、ダメだ、うえーってなって、いや、お前、こんな銀紙のお前ね、覗いつめて死ぬなんて、お前、そのおかしい。とにかくお前、って、見せるも大外だって、ずっと見て、うえーって。もう、ほら、あの、禁止。おいや、もう禁止やね。禁止。おして禁止。おしては禁止も。便所行って20分ぐらい指突っ込んで。やっとこさ、銀河の目、珍しいよ。あの、紙吹雪って口に入ることよくあるけど、はあ、喉まで行くって。相当すごい。相当雨じゃちゃいますか、だから。夜桜、大きい。いや、マジで。そのタイミングだったんですね。ずっとみんな、音も聞いて待っててんけど、あれも大概短いまで。そのこと、おえーな気持ちくるんですか。やだ、誰か行ったれよ。みんな帰ってきて、さあまだよかった、銀河出ました、銀河出ました、こんな報告いらんちゅうねん。でもそれはどう、六本木真珠とかね、はい、ああ無情があって名曲で終わるんですけど、昨日は夜桜を一度終わりです大事件で、なんか昨日はなんかそれ張り切りすぎとったんですよ、あのなんかいうグループピンピコピコピコが、あね、ティアラ猫の猫ダンスですよね。ミラティアラって韓国のグループ、韓国ですね、今流行ってるのよね、猫ダンスってやつ、ああピコピコピコって花が言うとった時の、はい、ずーっとピッコピッコピッコとか言ってて、これやりたいのよー言って、その後夜桜を見せちゃって。それでできればね、おじさんちょっと我慢できたかもしれない。そこでやめとくみたいな。ピコピコピコで。ピコピコできないから、道に行っちゃったんじゃない。いや、言うか、感心してた、生きてるね、いろんなことあんねん。紙吹雪のね、詰めて。ないですね。大騒動になるで人生ないやんか。だから今日はね、紙吹雪も昨日余ってるから、まだ、あの、六本木真珠の紙吹雪余ったままやから。開いちゃうときに。開いちゃうときにちょっと。それはもう前日にあの作ってんの。紙吹雪、あんなん決まりのやつ。決まりがある。どこで売ってるんですか、紙売ってる。やばい。なんで俺が、ロミア行って紙吹雪作ってる。作りそうだもんね。あんたやりそうやもん。前日から。寝られなかったとか。あおか。MBS ヤングタウン。赤嶋さんまです、トイです、藤本美希です、小川誠です、吉川優です。全略のコーナーというわけでね、いただきましたのがかまぼこ板さんから、はい、全略のコーナー、こんばんは、こんばんは、9月10日11日品川プリンスシアターで品賞の、あの品川さんが27時間トークライブが行われました、はい、入れ替わりで駆けつけた芸人仲間、およそ150人とフリートークを続けた品川さんの喉は、最後はガラガラになっていたそうです。うん、一方、相方の、庄司さんは、ルームランナーで80キロを走るという、頭を使わない体を張った企画に、臨むも、73キロしか走れなかった、制止しなかった、ボケきれなかった、と最後には悔し涙を流していたそうです。ミキティ、はい、その日の帰ってきた旦那の様子はいかがでした？え、なんか聞いてくださいよ、しかもステージ上でルームランナーで走るんじゃなくて裏で走るんですよ。
裏で、白川さんがステージ上で、やってる時に、はい、時に裏で走るっていう。まあ横でやられたら邪魔やわな、まあ、トークの邪魔になるから、ね。たまに一応中継で、あの、まあまあそうするよ。ゲストの人が帰る時に、そこを通ってなんかコメントを書いてって、それを貼っててくれるみたいなんですけど、いやもうすごいやっぱり大変だったみたいで、なんか、帰り病院に直行してました。入院してくださいって言われたんだけど、次の日仕事だったから、あの、入院はできませんって言って、疲労でなんか、頭が痛いなって、疲れすぎると頭が痛くなるらしくて。だって、ああいうね、こう、なんか景色も変わらず、そのね。室内で、なんで。そうそう。ああいうのって、空気の問題もあるやろ。絶対はもう頭、いや、もう痛くなるんだよ。ああ。で、次の日仕事は杖をついていきました。すごい。ああ、足もダメだったんだ。はい、もう、体がボロボロで。73キロやもんね、一応。すごいよ、でも73キロ。頑張ってましたけど、ダメでしたね。ああ、ダメでしたねって言ってるようなもんではな、ダメですね。大変そうでした、ほんと。大変そうでした。お前ね、そんな旦那もってどう思ってんのお前、そんな人の子供産むねんで。いや、ちょっと、ほんとに、子供はかわいそうだなって思うんですよ。なんか、テレビつけたらお父さんほぼ裸でね。まあ、仕事やからな。これは、みんなが乗り越える道やから、芸人のお子さんは全員、そのコースをたどるという。だから今から一応旦那には、あんまり子供は基本私が怒るから怒らないでねって言ってるんですよ。多分学校行ったらお前のお父さんなんだって言われて。いや、でも考えたらあの格好でな、おるっていうのは子供ってやっぱ物心ついた頃から、水泳の選手や思うで。本当ですか？本当？いや、ほんまあのパンツ一丁で。ほぼフリチンやからね。フリチンで。そうなんですよ。ほぼフリチンだから、あの格好、だから、あの、そういう、結婚したらそうなんねん。あ、子供が。あ、お父さんがずっとそうだ。それを見てるから、自然やねん。ああ。だから、君の子供、男の子生まれたら、君の子供もほぼフリチンチリとかやねん。なんか幼稚園とか行ったらほぼフリチンでいけるやつ。呼ぶ。平気やねん。呼ぶ。当たり前やねん。確かに。そうです、その生活は。日常ですもんね、それが。そうや。確かに。それが、もうだから子供不思議やねん。俺なんか、芸能人同士のカップルでしたから、はいはい、お前とこ大竹氏のこと赤下様いるんだろうって言われて、え？うん。確かに、はいはいはい。いるけど、何がっていう。はいはいはい。絶対そうなりますよね。カンペさんの息子さんがね、学校行ってから。そうそう。うちの家な、カンペおんねん言うて。ほんで、みんな呼んで、カンペカンペあへー言えあへー言えもうしゃあないから寝れてんけど、起きて、あへー言うたんですよ。優しい。ほんなら、今、慎太郎、息子が、な、いい夜やろって言う。息子に言われるんですか、それって。息子が友達連れてきて、外からカンペカンペあへー言うよねあへー言うよいいよったやろ言うて。まあまあ、ええ方に出てる方ですよね。そうですね。だから、あの、悪い方に出る、半分いじめみたいな。そうですね。ことにならないよう。心配です。だから強く育てなきゃいけないなと。だから、うちなんかまあ、まだ離婚してましたから、あの、まだ、そう、お父さんのこと言ったらダメなのかなとか。ああ、気使うんですか。あの、子供も気使う、ところがあったんで、まだ。言われなかった。でもまあまあ、泣きながら帰ってきて、あの、名言をね、いつも言う。なんかそんないじめられるの？俺でもやね。あの俺でもっておかしいけど、こういうポジションで、あのいててもやっぱさんまの子って言って、あの言われるだけでも嫌やね。街を歩けばさんまのこと言われ、お母さんは家にいない、おばあちゃんは耳が遠いしっていうその名言、我が家の名言の一つ。おばあちゃん関係ないやね。話し合い唯一の話し合いですもんね、おばあちゃん。遠かったから苦しかったんでしょうね。かわいい。家にいててね、喋ってるのに、はっはっもういいみたいな。それでさ、おばあちゃんさとか、お母さんがいてたらね、話聞いてもらえたのに、という愚痴を、やっぱり言われてましたですね。だから、俺なんか友達、今までの友達とかするから、やっぱりちょっとサービスしてあげたりとか、頑張りましたよ、その、学校でね、変なこと言われないやろかとか。だから、さんまさんの、あの、今のちゃんのお父さん、面白い人ね、って、言われる方がええやんか、いい人だよ、とか。そうですね、確かに。だから、その辺はなんか、頑張ってましたね、なんか知らんけど。意識してね。だからそうですよ。ほぼ振り切り始まるんだな。そうですよ。お前どこの子供、ドゥーンの子とか言われたら、ドゥーンいや、ドゥーンの子って言われる。
ドゥンのこと意味わかんない時代に。お父さんドゥンって言うよねっていうのはこれ言われたことあるんだけど。ドゥンの子。ちょっと面白い。だから正直も離婚してましたからね。その頃は。だから、まあまだ。マッシーさん、役者さんなんかでも悪役してる人の子供大変だったり、そうですね、あ、もうそんな人いっぱいいますよ。ちょっとすごいね。ああ、でも。ねえねえねえ、だから通る道やからね。あ、じゃあもう強く育てるしかないんですね。ないない、強く育てる、誰も逃れられない。やっぱ森戸武さんが、確かに。子供学校で言われてるポジション、そんなポジションじゃないとみんな思うんですよ。そんなうちね、いやでも上司が違うからね、もう変態、変態みたいな感じになってるから。逆に触れられないみたいな感じじゃないですかね。あれがお仕事よって。すごい子供が痛い苦しむねんて、パンツ一丁で、なんかあの、粉まみれになって、見に来てーとか言ってた、お父さんの仕事だよって、理解できひんねん。確かに、普通のね、学校で勉強してる、会社で働く人々とか、いろんな勉強するわけでしょ。あやこうして朝から工場で、あ、牛乳が入ったのに、こんな朝から自転車乗ってるんだとか、もうすんだけど、海パンで粉まみれっていうのが教育上出てきてるんですよ。確かに。項目に。ああ、まあ。ローションまみれとかね。まあ、まんまなかで、なんか、せんべいみたいな、こう、手使わんと食べてるとか。何やってんねんって、うちの親父って思うわな、まあ。ねえ、で、お母さんの名前呼んでね。手を使えよって。理解できない。子供の脳が。確かに。手を使って菓子食べたらいいじゃんと思うよな。やうちは子供にね、今のが嘘ついてエラー怒ってね、はい、お前嘘つくなおーって言って、はい、女にもう泣きながら、お父さんだっていつもテレビで嘘ついてんじゃんって言って、俺が、あれは嘘やない脚色やって言って、うまいこと言って。ほんなら、え脚色脚色って何確かに。え脚色っていうのはやな、そのことがあって、これあんねん、事実として。それで、そこに、その枝葉、もうええわって言って。子供、脚色の説明するので、言葉詰まったことを覚えているぐらい、やっぱりもうだからしゃあないね、あの、だから、あと、女優さんのお子さんとか、いろいろね、変な道に走る人いっぱいいるでしょ、芸能人。そうですね。気をつけないと。気をつけないと。本当ですよね。だから、理解するように教育していったね。俺はやっぱ家であんな天狗のお面をここに縫い付けてるのとか見せない方がいいんですかね。いや、もう見せといた方がいいよね、もうそれは。逆にもう見せ、こういう商売やってるから。うち代々続いてんねんって。ものづくりの家のように育てる。うち三代目やねんって。今度俺継がないといけないのかよって思うよ。その時あの、パンツ、お前赤いパンツに天狗の面つけててんやろ、昨日の夜も。昨日、はい。仕事とはいえ。そうです。ほんならもうそれを、あの、旦那様、できましたとか、そういう、もう、行々しいように見せといたりとか。もう、行事のように。あれはすごいことなんだーと思って。もう、記憶古典みたいにね。そう。どうぞ。なんか、お納めいたしますみたいな。でも、正解して、門付き始めて、俺は、ありがとうございます。すごいことが行われてるって子供は思うね。はぁって。あー、いける。そうですよ。だから、ね、芸能人であるのを隠して、隠し通すお子様もいらっしゃいますね。なかなか難しいですよね。でもまあまあ、途中でバレますし。そうですよね、確かに。いや、やってね、昔は工藤祐希ちゃんっていう女優さんは、ずーっと自分芸能人の子供やと黙って、売れてから言うたという。やっとこさ。それできたらね、すごいまあねだから、名字も全部わからないように言うて、オーディションいっぱい受けて。これで通って、実力でいける。まあ、かっこいいけど大変だわな。そうですね。だから、そんな話もしてたら、うちの娘芸能界入るときに、はい、お父さんとお母さんの名前使うよって書いてましたから。大々的に。そうそう。どうせ逃れられないし。いいよね、みたいな。そうそう。もう、偉人さん言ってますよね、あの子ね、工藤。ゆうきちゃんなんかあの、富士山が見えるところで。そうそう、今。農園やってね、ちょっとしたあの、なんかレストランみたいなのやって、自分とこが育てた野菜で。すごいなぁ。そうそうそう。いい生活ですよね。むっちゃいい。まあ、いや、すごいよ、人生。アメリカ渡って。あいつ主役までやった。そうですね。そうよ。すごい。だから、いじめられて、やっぱり向こうのハリウッドなんかでも、やっぱり日本人っていうのはちょっと、ちょっと馬鹿にされたりとかね、しますもんね。
きながら、や、主役の、映画やりましたね、あの子。いい人生歩んである。かっこいいですね。まあ余談ですけど、その工藤ゆうきちゃんっていうのが、はい、小さい時、俺のファンだったんですよ。こちら、ラジオネーム。さらっと次。軸のベル上田みたいに。最後の最後に。最後に。僕のファンでした。信じるか信じないかは。こちら、アクセスからいただきます。全力でございます。こんばんは。こんばんは。9月21日にルミネ在吉本で行われた、うん、村上昌司さんとチャリティー、ワンコインライブに、うん、道重さんがゲスト出演するので、うん、あ、そうそう、道重ありがとう。見てきました。まず、ステージ登場昌司さんは、道重さん目当てでいっぱい、いつもよりはるかに多いお客さんの数に驚いてました。うん、道重さんは、昌司さんからの、左右民可愛い攻撃に本気で照れまくったり、高橋愛ちゃんは正統派美人で、ファンも女性、女性や同世代が多いけど、自分のファンは物好きで変わってる人が多いと、毒づくなど相変わらず絶好調でした。昌司さん、ライブの感想を聞かせてくださいっていうことですけど。はい、来ていただきましてね、まあ、事務所もね、もう本当にちゃんとなんかこう、まあね、うん、まあ、悪いな思いながら、はい、まあ、ほんでまあちょうどね台風の上陸で大変やったんですよ。大きなんですね。はい、ああ、そうかそうかそうか。で相当ね数売れてたんです。200なも今まで、あ、チケットが、はい、今までこんなに売れたことないんですけど、それがまあ台風で、あ、なるほど、ちょっとあのまあ少な、まあ電車も止まりましたからね、ほとんど、はい、その中でも結構100何人ぐらい来ていただいて、はい、サイミン、あの、一生懸命頑張ってくれてました、本当に。サイミン。はい。まあ、サイミンね、まあ、来ていただいた、くれた以上は、私も、やっぱ褒めちぎらなあかんし、もう、どんなんや、かえたほんまに可愛いよね、とか言いながら、ええー、出てくれましたね、そう。ありがとうございます、本当に。ああ、そうか、台風の時でしたか。そうなんですよ。大変だ。ちょうどあの時間帯が、ちょうどなんか台風来てて。そうですね、はい、5時45分からやったんで、始まりが。ほとんど電車も全部止まってた。そうですよね。台風の風ってこれだけ強いんかなって思ったのが、はい、あの、道重と喋ってたらね、あ、もう漏れてるんですか？その、もう、場内に聞こえてくるんですよ。その風の音が。恐ろしいですね。ええー、って、もう客席も、どっか窓開いてるんですか、みたいな。あ、それから相当ね、あれ、風強かったんですよ、やっぱりね。すごい、だって、私、橋を車で通ったんですけど、橋にしがみついてる人いましたよ。本当に多分飛ばされちゃうから、こうやってしがみついてる人とか、もういましたよ。あの日のね、傘、どれだけ散らばってた、帰り。すごかった。次の日でも、傘の山があちこちできてんねんね。トラック何台分って出たんですか？あのビニール傘、あのビニール傘って考えたら、もう使わないじゃないですか。確かにそうですよね。相当なんぼ300円や400円や言うても、あれ相当なお金ですよね。だから、あの、うちも屋上、あれ、もう椅子とかもひっくり返ってましたよ。木が倒れたりしてましたね。ね、車も横にスッと動くよね。はい、俺の2トンぐらいある車がスッと動くからね。横風合う、あの、合うと、だから軽なんか乗ってらっしゃる方、すごい動いてある運転大変と思う、あれ。こちらいただきました、ビアンコネロさんから。はい。全力のこんばんは。こんばんは。久しぶりにヤンドにやってきた、まこっちゃんは、はい、まこっちゃんはやな、これ。まこちゃん。来たまこっちゃんは、文化放送でブンブンシアターという番組をやっているそうです。そうなんです。うん、日本放送でブンブン大放送をやっていたさんまさんから、ブンブンの使用許可を得た上でやっているんでしょうか。また、さんまさんのブンブン大放送で、女性リスナーに電話して、喘ぎ声などを出させて、喜んでいましたが、まこっちゃんは、癒せませんのコーナーでさんまさんを喜ばせるような、喘ぐ練習をしてきましたでしょうかっていう。偶然、ブンブン。そうなんです。すみません、許可取って、なんか使ってます。ブンブンのブルクタかなんかかな。いや、あの、ブンブン放送ですから。関係ないけど、あの、文化放送のブンブン。ひょっとしたら、不安だったりとか、はい、あの、中学校、高校で聞いていたとか、だから今、もう、毎度毎度言います、27時間テレビの、はい、中居君でやってるコーナーの、ラブメイトでは、このヤングタウンのリスナーが、フジテレビで、偉くなって、はい、あれを、ぜひ、やってくれと。あ、そう、もしかしたらそういうのがあるかもしれないですね。それで、その1回目の中居さんも、喘ぎ声ちょっとやったんですよ。あ、それが、大阪出身のディレクターは、
ヤングタウン大ファンで、はい、でもう一人の、AP さんが、はい、ブンブン大放送大ファンで、すごい、でそれをすいませんがテレビで2つ合わせたやつできませんかねって言うので今やってて、もう十何年目になるでしょうけども、そうなんですね、そういうことってあるんですよ。だからラジオずっと聞いてましたとか、っていう方は、じゃあ、もしかしたらだいぶ考えたのかもしれないですよ。まあ、ブンブンってのはまあまあ。まあ、文化放送のあれやから。そうそうそう。かもしれないです。ブンブンだと思うわ。文化にかけてのブンブンなのかもしれないです。ブンブンだと思うけども、一応この、要するに大ヒットラジオ番組だったんで、このブンブン大放送っていうのが。そうなんですね。そうなんですよ。だから一応聞いてみて、はい。いくつぐらいのディレクター？そんなに年はいってないと思います。20代ではないですかね。30代だと思います。ああ、そしたら、文武大本の不安ちゃうわ、30。そっかそっかそっか。そうですよ。前、コカ・コーラなんてあれやで、俺がいいと思って、はいはい、コーラの CM やりたいわっていうのを中学生で、その、今の、電通の、コカ・コーラの CM 担当してる人が、キャスティング。ああ、いつかさんまさんコカ・コーラの CM に使ってやりたいなって中学の時思ってたんですか？それで使ってくれたの。すごい、すごい。人の就職を決めるってすごくないですか？もう決めてはいないけど。でもだってね、そいつらをまあまあ。CM をそういうキャスティングできるような仕事に就こうって思ったってことですもんね。監督でね、まあなってから思い出したのか。すごい。そういえばさんまさんやり、大って夢だって言ってたような中学の時ね、母さまさん、コカコラ CM やりたいんだとか。あーすごい。何年越しだもんね。なんでもだから全員何年越しですよ。そうですね。すごい。だから言うとったらいいんちゃうか。本当に。ちょっと聞いても。そういうことはありますからね。そうなんですね。まあ我々みたいにキャリア長いとね、そういうの出てくるんですよ。だってヤングタウンって21歳からやってますから、これね。すごいよね。21歳からやってるから、もう35年。長い。人生35歳。すごいね。35歳。まだ人生じゃない。そうそうそう。もっと。そこでこう過ごしたり聞いたりしてる人がいるわけですから。すごいな。だから舐めちゃダメなんですよ、ラジオ。いや、そうです。ラジオファンもいますからね。いろ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 。だからそういうことはない。だって今のね、名物コーナーって3万な会なんか、2つともラジオから生まれたコーナーと夢にも思わないでしょ。そうですね。確かに。すごいことなんですよ。だから、キッカーなんか将来頑張っていくわけやろ、お前。はい、行きます。どういう仕事をやっていきたいの？夢として語るに。語るなら。私は、声でかっ。でかいよ、声。すいません。声ほんまにでかいよね。はい、俺もでかいって言われるけど。はきはきしたね。はきはきしてる。俺はまだ最近、調整できるもんね。ああ、できるね。元気だから、若くて。何したい？でもこの仕事を続けていきたいですね。歌、歌詞として。この仕事で何がしたい？そうそう。この CM 出たりとか。私あります。このドラマのテーブル、いや、今君に聞いてない。私あります。知らん。いや、今、キッカーに聞いてない。あ、でもキッカーは、ちょっと CM やってみたいなと思います。何の CM？ 飲み物の。あ、飲料水。炭酸とか。炭酸とか。飲み物か。爽やか系でちょっと攻めていきたいなと思います、ね。あとはその、横浜アリーナでやりたいとか、なんかあるやんか。コンサート。コンサートはドームツアーをちょっとやってみたい。ドームツアー一人で、ね。すごい。まだまだなんですけど。武道館とか。武道館。まあ、ほら、ゲーミーちゃんはね。おめえ何やんの？私、いいですか？化粧品の CM やりたいんですよ。はい、そうですね。そう、なんか。なかなかできない。違うて。やっぱりその、洗剤とかやな。あれ可愛いですよね。そうやねんて。あれ可愛いですよね。そうだから、それも言うとったのか、俺が。言ってください。わかった、もう。言っといてください。洗剤とか。OK。ねえ、絶対赤ちゃんのその、なんか、用品とか。ああ、でも。これからはいいんじゃないですか。私、ちょっと夢は、子供と一緒に CM 出たいです。本当に赤ちゃんの子供と一緒に。自分の子供と、はい、ああ、これはまあね、叶う夢かは、オファー来ますよ。来ますかね。来ます。でも子供我が子を使ってくれるならという。子供心配ですよね、逆になんかちゃんと笑えるかなみたいな。心配やよ。そうだよね。ねえ、逆になんかすいませんみたいな、うちの子はあんまりちょっとみたいな。そうそう。ね、まあ、うちの我が今、大竹しのぶさんとね、今のが。やってますね。親子でやってますけども、幸せってこれよねって真っ向から勝負に来たコメントね。俺に対して真っ向から勝負だね、あれ。幸せってこれよね。二人でね、眺めながら。あんな真っ向から来やがってとか。子供とは、やらないとか言いながら、うん、金に困ってるのか やりだしたかった。そんなことない。そもそも醤油の CM も
変わりましたよね、また。あ、またね、なんか。あの、ポタポタデビュー。あの、なんか、ピトピトピューとかいう歌に合わせて、ね。あれめっちゃいいと思った。めっちゃいいと思った。めっちゃいいと思った。お前も盛大に飲んだ、あれコマーシャルめっちゃいい。ありがとうございます。かわいい。これは何やりたいの？どういうこと？これから。私コマーシャルで、もしできるんであれば、パンのコマーシャルみたいですね。山崎パンなんかもう、もうね、王道やからね、女優さんに決まってるから、ね。でも、今、後輩が山崎パンのコマーシャルやってるんで、くすみが。くすみこはるっていう。あ、そう。だから、あの人の後、松たか子さんの後か。松たか子さんは松たか子さんでやってて。別バージョン。違うバージョンの。山崎食パンの方を多分、後輩の小春ちゃんがやってる。なるほど、はい、そう、米粉パンのコマーシャルか、ベーグルのコマーシャルぜひやらせていただきたくて。なんでや、なんでや、なんでパンが。大好きなんですよ。パンが。私もう本当に夜寝る前に次の日の朝ごはんを考えて寝るぐらい、すごいパンが好きで。あ、へぇー。昨日、小倉優子ちゃんの結婚スペシャルをやったんですよ。はい、それで、ビッグカメラ行って、はい、今、平ご飯を、びっくりした。そうですよね。美味しいんですよ。あれびっくりした。うどんもできるの、スイッチ変えたら。そうなんですか。あれ自分で切って。そうそうそう。お米からですか。ご飯から うどんができんねん。いいの。あれを、ああいうコマーシャル。やってみたいです。大好きなんですか。パンが好きなら、あれ。パン大好きです。夜ご飯食べて、な、それ冷やご飯を入れといたらパンできるから。そうなんですよ。あれ。いいよね。すっごいもちもちですよね、お米のパンって。そうそうそう。何で食べてるの？それで作ってるんじゃなくて？私は作ってないんですけど、新潟出身なんですけど、新潟で自分のすごいお気に入りの米粉パンがあって、それを毎回、1ヶ月に1回ぐらい取り寄せて、それを冷凍にして、毎朝、夜に解凍して朝食べてるんですよ。そうなんです。もう必ずパンだらけですね、冷凍庫の中で。あ、そう。ベーグルかパンか。作ればいいのに。そのまだ、大浦優子ちゃんなんですけど、はい、旦那さん今度の、はい、旦那さんがパンが好きで。そうなんですね。パンの教室行ってずーっとパン作ってるんですか？覚えて、今作れないパンはもうないという。すごい。だから私パンもらったことありますもん、優子さんから。はい、あ。美味しかったです。あれ、旦那がパン好きやから始めただけのことや。そうなんだ。すごい。ちゃんと作ってくれるんですね。ほいでまたね、朝からパンもし結婚してから焼いたらいい匂いやから。確かに。そうですよね。旦那喜ぶと思う、そうなんですよ。いい目覚め。パンの匂いは誘惑される。いいな、なあ、パンの匂いは確かに。確かに。焼きたてのパン。お前パンなんか焼いたりせえへんの？あ、でもうちは、ごパンじゃなくて、普通のホームベーカリーのやつを、結婚祝いでいただいたんで、それでこの間初めてやりました。うん、それは粉買ってこなあかんねやろ？そうです。それはもう、はい。パン用の粉と、ね、なんかバターと水入れて置いとけばできるっていう。あ、すごいな、それも。でもそれでも、やっぱり美味しいです。やっぱ焼きたてで。あったかいのはな。セットできるもんね、朝に。ご飯、パンね。俺もあれ買おうかな思ってるんですよ。でもいいと思います。朝ごはんとか家で食べますか？それ考えたら食べないんですよ。あ、じゃあダメです。じゃあ、いらないですね。考えた結果食べないなと思って。あの時すごい、うわ、いいなって、買おうかなって悩んでたんですよ。だって夜ご飯、ねえ、のかな、ご飯余るやんか。でも朝は、いや、どっちかやったらさんまさんご飯早いわ。パンは僕本当は好きなんですけど。そうなんですか。あんまり食べる機会が。見たことない。んでね。なんかカレーかけうどんかお寿司かほら。たまに中華みたいな。そんだけやったら十分やな。こちら、何々からいただきました。はい。全力の皆さんこんばんは。こんばんは。19歳と思えない昭和なキャラクター。うん。吉川優ちゃんが、またまたやってしまいました。まもなく発売される新曲のイベントでのことです。うん、秋っぽくてハマるものが次から次へ変わっていってしまうという、うん、吉川ちゃん。この秋は、魚釣りにハマりたーいとのことで、調子に乗った彼女は自分でサバをさばきたいと。発言し、その場にいた不安、報道陣を凍りつかしてしまった。そうです。どういう空気になった？様の吉川優ちゃんをやんたんレギュラーにして、一から鍛え直してもらえないでしょうかっていう。ゆうたん様。はい。魚釣りした？したことありますよ、私。あるんだ。ブラックバスとか。できんのか？できます、できます、できます。あの手さばきはうせえ。ブラックバス。絶対うせえもん。だいたい、あの、絶対釣れなさそうでしたよね。でも、釣り合ってる人は、まあ、こうしますよね。しますよ。ブラックバス。あの、石鹸道の面ですからね。手首だけで。ピクってきたら、ピッて。なんでだな、ブラックバスはなんで釣ったあれ、釣りで。あれ？餌は？
餌はミミズみたいなやつ。ちゃうよ、お前。あれブラックバスって言ったらルアーや。あ、そう、ルアーって言うんですかね、本物の。絶対やってない。じゃ、ほんとです、やったことある。うぜえ、うぜえ。いや、ほんとに。ブラックバスがミミズなんかつけるわけないやん。それルアーやから。それ船ですよね。ミミズつけた時は船を釣ったんですよ、ね。ミミズは船なんですか。まあまあ、釣れんことはないやろうけどね。ミミズつけてもブラックバスが、ほとんどブラックバスっていうのはルアーで。はい、やるのが競技になったりして、やりますねってやってない。あとタナゴとか釣ったりとかもしますよ。タナゴってどういう魚なのそれ。うん、こんなん。形、まあ、形は大体魚覚えてないです。タナゴというの名人でした。本当にちっちゃい頃は。名人ってどこ。ちっちゃい頃バンバン釣ってたんですよ。私ちっちゃい頃から名人だったの。私茨城なんですけど。ほんま、はい、茨城の海で、海のところで。海のところで。急に男前なのね。いや本当です。今度連れてってあげます。あげます。いらない。タナゴはどうして釣ってたのそれは。うん、飾る、なんか水槽で泳がすために。いやいや、じゃあどうして釣ってたの。何で何で釣って、あのこれうちのお父さんが、あの、あの何竹、何ですか。もういいです。何ですか。もういいです。竹でちょっと作って、自家製の釣り竿を作って、すごい。釣ってたんですよ。お父さんが。お父さんが。自家製の竹で。え？竹を、じゃあもう、その時代やったらもう、もう釣り道具も。結構お前、平成の子じゃないだろ、お前。平成ですよ、まだ。俺らの時代やったらまだ分かるよ、竹で竿を作ったりするけど、この時代もうないやんか、竹って。あの、釣り道具がもう、ショップがいっぱいできて、いいのがいっぱいできてるし。そうなんです。竹って、浦島太郎みたいな生活してたよ。そうなんです、糸垂らして。似合いそう。でもちょっとほんまか。好きなんで。おお、それぐらい好きな。ほんでそれ何や、そのサバをなんかさばきたいって、それ何のイベントやったの。まあ、これは私の、あのリリースの、あのイベントで、で取材でちょっと来た時に言わせてもらいました。はい。今まああの女子のあの流行ってるから、まずあの釣り、うん、流行ってますらしいですね。確かにあの CS 時代知らなかったでしょ。今流行ってますって言ってたし、絶対やってないわ。なんかすいません。いや、頑張れ頑張れ。じゃあなんかすいませんって。そういう時は大丈夫やから、なんかすいません、なんか言うたびなんかすいませんって、あの言っとけばもうほとんどチャラになるから。はい。まあわかるよ、あの事務所がね、釣り好きをアピレとか、そんなんだろうかね。これはもう昔の芸能界は全員そうでしたから、嘘の世界でしたからね。それで我々は楽しかったんですけどね。だからその世界をまた生きようとしてるから。いや、なんか本当に嘘じゃなくて、本当にやってこうと自ら頑張っているところなんです。はい。マジで、まあ、平成の瀬川英子さんになるんちゃう。瀬川英子さん、長崎の歌を歌って大ヒットして、長崎出身って長崎、ね、ずーっと嘘ついてて、この間名曲はね、長崎の夜は紫って俺もそのレコード買ってん、ほんまにええ歌で、雨に湿ったいってね、いい歌やね。あ、長崎、長崎の夜は紫っていう。ほいで、この間、そのね、私は告白しますっていうコーナーで、はい、私、東京出身なんです。すごーい。みんな、ぼわってかけて。今までずーっと添い続けてきたんですか。そうよ。すごいですね。でそのあれも流れてるわけよ。その時の、要するに白黒のニュース、はい、映画館で流れるニュースね、もう大昔。はいはい、瀬川栄子、ふるさとに帰ってきたっていう、はい、映像がニュースで流れるんですよ。全然知らん時やね。小さい頃よく遊んでいた公園とかいう。すごい、この川をよく見ていました、相手から、なんか柳の木の川のとこ。それ全部嘘だったんですか。いや、行ったこともないんですよ。素敵。逆にちょっと面白い。でもそれは俺も放送でフォローしたんですけど、はい、昔は本当にそうだったんですよ。大変そうだね。だからもうあの金貨なんかの、まあ、軽いね、はい、まあ言うたら魚釣りなんかから、まあ、軽いもう全然 それこそ比べたら、いや、なんか釣りやってましたとか言って出身地変えるぐらいやから。確かに出身地はすごいな。ほんで茨城で釣りっていうのはあんまりみんなピンとこないと思うね。もうちょっとあのなんか茨城からありそうな、だからそういう嘘のがええと思うね。茨城って何があるの。茨城って茨城って名物が少ないんですよね。少ないし、納豆ぐらいしかないんですよ。はい、
茨城って本当に少ないんですよね。埼玉も少ないんですよね。え？水戸黄門茨城ですよ。水戸黄門どうすんねん。水戸黄門どうしたらいいんだ。だってどういうような親戚やというか。水戸黄門と親戚なんですよ。ああ、いいかもしれない。いやいや、よくないでしょ。遠い親戚なんですよ。それ若いやろ。いや、俺、この間の、御殿でびっくりしたのが、視力検査今 ABC やねんな。え？え？え？C じゃないですか。ああ、違う。結果がってことですね。結果は、君は A。君は B。そうです、ABC です。あ、もうやっぱ ABC です。ABC です。だから、もう、視力いくつって言われて、A って言うと、え、何がみたいなこと言われる。それダメですよね。ダメじゃないね。やっぱり、正確なのは、眼科とか、メガネ作るときに測ってもらって、君は 0.7 ですよ、とか。そんなんなっちゃってるんですね。ABC や。ざっくりしすぎてよくわかんないですよね。びっくりしたわ、俺。だバストの基準と一緒なんですね。あ、そう、そうですね。そういうことになるよね。まあ、それでもいい気もしますけど。A カップ、B カップ、C カップでも、またこれもね、セクハラになりますしね。あ、そうなんですか。いや、看護師を聞いたらセクハラよ。実は。そうなんですか。まあ、こっちが嫌だって思えば。そうそう、先生が。ああ、そうなんだ。うん。だからそんなもん、あ、君は ABC やったら視力検査。そうなんですよ。これ、やったら A だとか言ったの。言ってましたね。みんなでミサイコして、まあ、わかんないんで別に。そうらしい。だからね、点で何歩とか出てこない。0.何歩とか。そうなんです。二度手間ですよね。じゃあ。確かにな。車はっきりしたね。いろんな問題があってんやろな。我々わからん。難しいな今は。だから視力で俺らそんな。揉めたことないけどね、時代的に。なんか、ね、0. いくつの人とかを。お前 0.1 かとか言うて。言ったことないですよ。ないないない。あ、メガネかけなあかんねなとか。考えたら、靴の時でもサイズでもね、ちっちゃい時、トモンハンとかなんとか言って、今言われてももう全然、トモンハンって何センチなんやろとか。そう。お前、平米とか言うと分かるやろお前のことでしょ。分かんないです。でも東京来てから分かりました。あ、そうか、何平米。東京は結構、何平米で言うじゃないですか。東京来るまで何平米ってみたいな。そうや、ちっちゃい頃なんか平米分かれへんもんね。分かんないです、分かんないです。あれもね、普通に、統一したらええのにね、要するに、その家のね、スモークとか、スモークで統一するとか、したらいいんですけども。でもパンフレットは全部平米で今書いてますもんね。今は。パンフレットの平米。はい。なるほど、なるほど。昨日もそのね、ゴーダっていう TBS のプロデューサーが、みんな自分が家、マンションこうだもんやから。人のマンション、お前とこ何平米とか。ああ、そう、俺うちとここ、72平米とかわかる。俺昨日とうとう、名前変えやで、ゴーダ平米いう名前。なんで平米しか。人とおったら、お前とこ何平米なんだよとか。自分がちょっと大きなマンション買ったもんやから、もうずっと、平米。こんちゃん、お前とこ平米どれぐらいだったとか、お前もう今日からゴーダ平米ねって。ゴーダ平米言うにくい。ネクタイしてきてました。ネクタイしてきてました。決まってくれ。いや、これは俺は視力の ABC はびっくりしましたね。おしまい。挨拶でヤンムスはつかめますのコーナー。さあ今日は藤本と、小川と亀井てしまいます。なんでですか。なんでですかね。亀井のイメージはね、俺にとって。あ、この顔がですか。亀井はまた別にいたんですけどね。亀井どうしたの。最後の時やったん出てくる。卒業して。ちゃんは今は多分そういう活動はしてないです。はい。家に海外に行くとかいう。あ、海外にも行ってないですね。行ってないの。はい。はい、このコーナーはですね、私たちヤムスがファンの方たちの心をわしづかみにするつかみの挨拶をリスナーの皆さんから募集し、素敵な挨拶があったら採用して実際にコンサートやテレビで使っちゃおうというコーナーです。一番いい挨拶をくださった方には挨拶入り色紙を差し上げます。前回は、神戸市のブラックデビルダウェイさんが考えた道重さんのハリセンボンの春菜さんネタがヒットしました。はい。さあ今日はまあね、あんまりやり慣れてない3人が、はい、やるわけですけども。はい、それでは藤本から。じゃあ私からいきます。はい。岐阜県の、4番エースさんからです。サウジアラビアーン、トレビアーン、そこはイアーン、ちょっぴり胸はナイジェリア、藤本美希です。いいね。
いいですね。でも今巨乳化してるんだ私。そう分かるよ、子供ドラ生まれたら。そうなんですよ、子供できたらどんどん大きくなってくるでしょ。はい、だからちょっと今分かる、今日見ても大きいもん。だから写真して今出すべきじゃないかな。どこ見てるんですか今日見てもってか、いつから見てたん、あんた。いやらしいわ、やめてくださいよ。いやらしく今日見てもモザイクかけますよ。お母さんになったからバーッと胸が本当に本当に下着だってもう入んなくて買いましたもん。お腹もちょっとふっくらしてきましたしね。はい、母親になってるんだ。びっくりしたよ、今日の胸の張り見て。ですよね。だから今はちょっとないって言われない時期なんです。何やか、あ、カメちゃん。お顔はないな。今日の胸の張りを見てびっくりしちゃった。面白い。ですよね、とか。育ってますよ、これ。ねえ、いや、本当にもう申し訳ない。胸を見る悪い癖があるもんですから、ね、本当ですよ。だから他もなんでかねえな、見てるよ俺。チラチラね、チラ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 。え、あの19歳はあんまり見ない見ない。なるほど、なるほど。ほんでまた君らそんなにね、見るほどの感じではない。本当ですか。もう私ちょっといい大人なんですけど、もうむずってみんな、はい、そんな大きな人いないもんね。そうですね、なぜですかね。ごまきぐらいが一番そのなんていうのは胸。そうですね。そうか。でスタイルとか言われた人は。あ、石川さんはでも胸大きいですよ。そうですね。リカちゃんは今めちゃくちゃ大きいですよ。あそこあの美優伝、まあ、あっちの、はい、時はそういう胸をちょっとあらわにしてる。あらわにしてる。そうです。いいですね。そうなんですよ。妊娠中はいいよ。でも多分もう一個上がるんじゃないかなと思ったんですけど。あと突然上がる。そしたらもう本当にやばいですよ。その辺のちょっとグラビアの人よりでかくなります私。そうですね。本当に。いや、もちろんもちろんもちろんそうやろう。やばいです。いいじゃん。出そう。いいじゃん。今写真集出せばいいじゃん。写真集撮ろうかなと思って。自分用の自費生活。せっかくの胸やもんな。はい、憧れてた胸やろ。はい、本当に。さあ、おばあ行きましょうか。はい、福岡県チンドンシャンテンターンさんからいただきました。高橋ちゃん。え？高橋ちゃん？高橋ちゃん。高橋ちゃんしたの？たの高橋愛ちゃんって言おうとしたんです。ごめんごめん、無理なこと話しだからね。ちょっとテンパっちゃって、ドラマが、ドラマがあるんでここに。ちょっとびっくりしちゃって。ほんまなんかね、その上着がかわいそう。あの、だからそのデザイナーも、じゃあ、あの、中もね、女の人は胸があるという気持ちで、はい、デザインしてらっしゃるのに。結構割とある風に今日は見せてもらったよ。全然あるそんなことないですか。全然やもん。あ、そうですか。高橋ちゃん。高橋愛ちゃんと同期、得意なものま、得意なものまでは、田中邦衛さんです。それやってた。ルルルルルルル。ホタオ。ジョー。さんまさん、一つ、お手柔らかに。小川誠です。まあ、得意と、そのものまねですけど。じゃあ、やってたんですよ。ずーっとやってたんです、昔。あ、ステージで？ステージでも、テレビでもずっとやってました。番組があって、コントをやってたんで、そこでずっと。その時に。田中君にモップやって。ドゥ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 。あの、その時はですね、ちゃんともう見た目から入ってたんですよ。服もね。服も全部五郎さんの格好をして、あの、セロテープでここくっつけて、こう、シワとかも全部変えてやってたんですけど、最近そういうことしなくなったら、もう感覚がもう全く今取り戻せず。それ、物前のでしょ？そうなんです。前はもうちょっと似てたよね、もうちょっと。しかも恥ずかしくなりますよね、改めて。改めてやるとね。だから、俺のえなりかずきぐらいのクラスですよ。これはお前。あれ？俺はお前、ちょっとやってだって、しょうがないじゃないか。ちょっと風邪気味のえなりくんみたいな。いやいや、似てる。いや、むっちゃ似てるよ。だって、しょうがないかな。普通に。むっちゃ似てるって。そう、だって、しょうがないじゃないか。ほら、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 いや、あんまりやるもんちゃうねん。なかなか。さらっと。さらっと。みんな似てないなーって言うんだけど、庄司だけ似てるなーって言って、この間恥ずかしがってきてもらったんで。逆に。さあ、キッカー。はい。京都市の新手のスタンド、新手のスタンド使いさんからです。でかいな。お願い立ち、立ち、てこに立ち、一人ずつ、立ち。
いつかやりたい。おでこたち近い。芸の幅もおでこも広い。おでこが自慢のデコドルこと吉川優でーす。やってそう、普通に。やってそう。やってそうですよね。さっきのサバをさばきたいのも全然ええからね、うん、こっちの方が、うん。あ、こっちの方がいいですかね。これ高いんじゃない、うん、いいですね。吉川優でーす。吉川優でーす。それも松浦あやでーすって。もう松浦がもう十何年前にもう、そうですね、はい、松浦あやでーすとかいうの、ですよ一時期流行ってね、はい、それは今やエアーで春の愛ちゃんがやってブレイクしてるわけやもんな、はい、そうそう、じゃあ考えたら松浦も古いね、あの、て、あの、ライブのテープを、あの、春菜ちゃんやってるけども、はい、おいおいおいとか、そうです、そうです。ま、待って待って待ってとかなんか、そっちじゃないよーとか言えない。そうそう、古いかも。古い古い。考えたら古いんですよ。聖子ちゃん時代のトークやよね、あの子ら。そうなんだ。ああ、だから、それの流れを組んでるんで。うわ、いいんですかね。よくないでしょ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 。さあ藤本、はい、山口県のなりなりさんからです。うちの旦那によるとギャグミキティが赤ちゃん生まれるまでの間特別バージョンになるそうです。これから半年間はマタニティで天下を取ると言ってました。 いいね、そんなもうすぐフリチンダディでおなじみの藤本美希です。あ、もうこれあげろよ。これマタニティです。またでも叫んでるらしいですよ。もうすでに、はい、マタニティあ、それ叫んでるの、ベビティじゃなくて。ベビティ、ベビティって呼んでるんですよ、今。まず名前。あ、ベビティ。はい。ああ、ベビティと言ってるんだ。はい。はあ、そういうの。マタニティ。マタニティ。マタニティ。もう嫌やわ、もう。まあ別に叫ばなくてもいいんですけど。なんか叫びたいみたいな。あれ、ディレクターが書くんですってね。そうですね。あの、突然、CM に行きたい時に、ミキティって言ってくださいって。おいでも、庄司も知らないから、ミキティーって突然言うらしいんですよ。スカーンって来て、お前何言ってんだとか言われて。確かに。かわいそうなんで。あの、デリューナーは CM に行きたいんですよね。不本意なところで叫ばれてる。そうそうそう。常に叫ばれてるね、いろんなところでね。ミキちゃんね。さあ、行きましょうか、おばあさん。はい、千葉県オレンジの6番さん。私の名前は、マコト。ニュージーランドに留学。すっごい自然に留学。おかげで英語は流暢。でも、さんまさんには緊張、あいえーい。新潟マリの帰国子女、小川誠です。あ、お前は一番ね。元気よね。今までラップやらしたらみんな下手くそなんですけど。あ、本当ですか。まだましな方ですね。やったうまい。さすがニュージーランドいただきありますね。ニュージーランド。どれぐらい行ったんだニュージーランド。結局1年と3ヶ月ぐらい行ってました。はぁ。そうなんですよ。です。でも一回も英語喋ってるとか見たことないんですよ。そうなんですよ。ちょっと英語違うよね、ニュージーランド。ニュージーランドちょっとなまってるんですけど、当時はそれなりに、まあ1年3ヶ月留学してって、ホームステイしてたんで、英語喋らなくちゃいけない環境なんで、もちろん喋るんですけど、こっちに戻ってきて5年何にも使ってないですね。ああ、俺も忘れてるわ、忘れてますね。もたない、もたない。そうなんですよ。うちの娘なんかでも、4年も行ってきたのに、もったいない忘れていくんですって。え、4年いても忘れますか？使わなかったらね。ああ、やっぱそうですよね。だから毎日一応誰かと喋ったりとか、英語の発音をやっとかな。そうですよね。私も最近、ちょっとずつまた見るようにはしてるんですけど。そうそう、もったいない。やっぱり喋るとなると出てこないですね。読むのはなんとなくできるんですけど。ニュージーランド行って今、世界ワールドカップのラグビーやってますけども、はいはいはい。オールブラックスとかの試合見に行ったりもしたわけ。私、一回、空港で選手に会って、すごい。今はもう現役ではやってらっしゃらなくて、チームの、コーチをやってるんですかね、タナウマカっていう結構有名な、オールブラックスのチームの人がいたらしくて、その時にホームステイのマザーに、有名人、有名人って言われて、誠写真撮ってこいってすごい言われてます。全然わかんなくて、すっごいガタイのいい兄ちゃんいるなと思って、もう何も知らず写真だけ撮らされて。撮ったんだ。そう、でも、よく後々見たら、もうニュージーランドの本屋さんとかではその人がああやって出てる。今出てんのかな、その人出てないよね。今は現役じゃないじゃないのか。すごい人と今ニュージーランドでやってますからね。そうですね。さすがにあの頑張って頑張ってるあの白の。可愛いですよね。あれはかっこいいな。かっこいい。そうそう、ハカ。ああ、とかふんふんとか言われて。そう、首をこう、今はこう首をこうベロ出してベロ出してね。って相手のチームに。あれかっこいいですね。俺、あれ見たさにみんなもワールドカップ。わかる。
なんかわかんないけど、あれだけ見たいですよね、もうね。迫力がすごいですよね。ああ、だからあの国家終わってからやからね、あれ。はい、かっこいい。さあ、今からああいう時に。向き合ってる時ですよね、そうそうそう。あれだけでもう、あ、もう負けそうって思うよね、あれだけ。なんだろう。あれはすごい。だから優勝しますよ、多分ニュージーランド。そうですよね。すごいもん。すごい。はい、さあ、結果。はい、行きたいと思います。東京都のヨス KY さんからです。新人アイドルなのに30代後半のアナウンサーみたいな喋り方になっちゃった。下手こいたー。でもそんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。はい、ハピラッピー。セカンドシングルハピラピサンライズよろしくお願いします。結果は優でした。これも言ってそう。なんか言ってそう。お前何も何か言ってそう。何でも言えるトークやから似合うなんか。いやいや、はい、つまんないことが似合うね。似合う。だからものすごい有利なあのトークだよね。だからダジャレ言うても大丈夫やね。そうそうや。何喋ってもいいですよね。そうだから、つまらん、あの、布団が吹っ飛んだ結果言うでーすでもええで。それに対しては誰も突っ込んでくれへんで。そうそうそう。ほったらかしやけど。ほったらかしやけど。あの、言うても何でもセーフや。だから、サバをさばきたいも別に、ああ、普通だなっていう感じや。最近はよく、はい、ダジャレお前作るのうまいんやろ。あ、そうなの。ダジャレ、ああ、ダジャレ名人らしい、ね。まあ、なんか、まあ、そうですね、あの、ああダジャレ、あ、新入社員いらっしゃい。出たやろ。うん、ダジャレ言ったのは誰だ。出たやろ。結果言うで、結果言うで、それを言うの。最後に言うた後はもう絶対そうそう。了解です、わかりました。それはダジャレ言ったらそれ結果言うです、決まりね。いいね、いいね。さあ、妊婦、はい、今日は妊婦の曲じゃなくて、結果言うちゃんの。そうなんですよ。その前に優勝決めなあかんから。あ、優勝誰にしますか。だからもう今日はもう、小川誠ちゃんの、ラップにしてあげましょう。嬉しい。何さんだ。ね、オレンジの6番さん。はい、オレンジの6番さんです。おめでとうございます。はい、挨拶入り色紙をお送りします。以上、挨拶でやむさつかめますのコーナーでした。はい、さあ歌の方行きましょうか。はい、私の10月5日の発売になります。ちょっと本当にすいません、2枚目のシングルハピラピサンライズ聴いてください。やんむつは噛みませんのコーナー。イエイ。さあ、今日はもう藤本はこのコーナーはまあまあ良かったんか。そうですね、はい、まあまあ良かったんか。そうですね、まあ小川はもうさっきのコーナーで噛みまくってますから。もうそうですね、タカシャンっつってました。タカシャンっつってナターシャンみたいな。キッカーは調子良かったの。まあ調子もやれば本当にすごかったですよ。やればできるか。やればすごかったね。破綻しといてくださいね。いつもちょこちょこ変えるから。すいません、ややこしくなる。あんたブレちゃうからトーク。頼むよ、ブレないように頑張ります。キッカー大丈夫よ。お前どういう子やったっけ。やればできる子、19歳です。さあ、行きましょうか。はい、それでは斉藤アナウンサー、今日はね、一つだけです。はい、お願いします。お題です。千葉県ラジオネームビアンコネロさんからいただきました。誠の子、小誠、小誠の子、難しい、孫誠、誠の子、誠の子、小誠、小誠の子、孫誠、孫誠。ゆっくり言ったら全然いい。いや、ゆっくりで早く言うのですよ。これ、かける2ってことは2回言えばいいってことですか。そうそうそう。3回言わなくていい。今ぐらいの。ここでかける2って言われても、あんまり思わないでしょ。孫誠の子、かける2みたいな。孫誠の子、孫誠、かける2。難しい。孫誠の子、孫誠。いやいや、これはいけそうやね。うん。さあ行きましょうか。じゃあ、私から。私から。いきます。はい。いきます。誠の子、小誠の子。ん、はい、誠の、ね、はい、いきます。誠の子、小誠の子とかいう感じ。誠の子、小誠、小誠の子、孫誠、誠の子、小誠、小誠の子、孫誠。まあ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 ね。まあまあや。さあ、それ誠いきましょうか。はい、いきます。いきます。誠の子、小誠、小誠の子、孫誠、誠の子、小誠、小誠の子、小誠。最初からお願いいたします。いきます。
まことのここまこと、こまことのこまごまこと、まことのここまこと、こまことのこまごまこと。おぉ、言えた。自分の名前だけに言えました。あせやな、まことって言い慣れてるもんな。そうですね。考えてみれば。そうなんです。ま、本名、まことっていうのは。はい、本名です。小川まことっていうのはね。さあ、聞くか。はい。お前やればできる子やろ。はい、練習しなくても大丈夫です。いや、かっこいい。はい、どうぞ。行きたいと思います。はい、どうぞ。はい、来てます。まことの子、まことの子、まことの子、まごまこと。まことの子、まことの子、まことの子、まごまこと。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。なんか、ふわふわしててわかんない。ふわふわしてましたよね、今ね。ちょこ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 喋るよね。大丈夫です。大丈夫なのかな。あ、もう一度お願いしてもいいですか。あ、ですか。はい、行きます。はい。まことのこまこと、こまことのこまごまこと、まことのこまこと、こまことのこまごまこと。全部つながる。いけてないですね、いけてないですね。本当ですかね。まことのここまこと、こまことのこまごまこと。ですからね。まあまあとなーと言ってますから、もっぺん言ってよろしいでしょうか。はい、行きたいと思います。まことのここまこと、こまことのこまごまこと、まことのここまこと、こまことのこまごまこと。あれ最後もし、最後だけですね、最後だけが。そうですね、最後だけ。すごい主張しますね。残念でしたね。そうですね、次回ちょっと頑張ってください。次回まだあるんだ、もう完全に。予定してるんだ。そんなあかんて、お前。安田圭ちゃん、半年に一回。ケミちゃん、こなしてあげないと。すいません。はい。でも呼んでください、また。準レギュラーって言って喜んでたら、半年に一回。そんなことないですよ。そんな準レギュラーないよな。すごい。おしまい。はい。ヤンムスは神ませんのコーナーでした。ヤンムスは癒せませんのコーナー。さあ、今日もね、はい、妊娠今何ヶ月でしたっけ ?4 ヶ月です。4ヶ月。はい、もうエッチしてると分かっている藤本。運ばれてきたんです。運んできたんです。この鳥が。はい。それでまあ、おばあはね、恋愛状況はどんなもんか知りませんけども。私ももういい大人なんで。いい大人なんですね。24歳なんで。それなりに。癒しますよ。癒しま頼もしい。頼もしいね。結果負けてられへんからね。負けてられませんよ、今日は。お前、どういうことやったっけ私、やればできる子です。嘘つな。やればできる子、キッカー言うで、つったの、最初のフレーズ。そこまでやる。そこまで。いや、じゃあ、やってください。お前、どんな子やったっけやればできる子、キッカーは言うです。じゃあ、勘でるしよ。焦っちゃった。よろしくお願いします。焦っちゃった。はい。頼むよ。はい、頑張ります。なんだこの築地みたいな声で出して築地っぽい気確かに。ね。どんどん、なんか競り落としてるみたいな。そうですね。さあ、今日はもう、はい。他のね、いつものレギュラーには負けないメンバーがそうですね。さあ、藤本から行きましょうか。はい、愛知県の黄色は膨張食屋さんからです。いいでしょ？こんなお前。あれ早かった今ね。普通ね、お腹に子供をね、入れてると、優しく色っぽい、声になるんですよ。色っぽい声になりますか？なります。私は一番好きな愛はかけろんね、シャディーンっていう人がいるんですけど。あ、はぁ。タララタンタタンタタンタンタタンタタンっていう曲知りませんかね？知らないです。知らないし、今の俺の口じゃみせでわからなかったですね。知らないです。その人が、唯一出してるレコードのアルバムが妊婦中に、そうなんですか。ものすごい声が優しいんです。だからお前もうちょっとね力入れて、何ちゅうセリフやったっけ。いいでしょうです。いいでしょうともうちょっと。わかりました。上かな。はい。いいでしょう。違う、いいでしょってそれギャグやないか、お前。いいでしょとか違うわ。いいでしょとか、いいでしょとかもう。いいでしょじゃあいい、もう何だお前は。お前もう一人に見えて二人やねんで、お前もう。そうだ。早かったね、子供の分まで。そんなこと言ってる場合じゃない。言ってる場合やねん、今こそ、アホ。いいでしょって。さあ、お前はやればできる子。やればできる子いきます。いいです。あ、やればできる子からいきますか？いやいや、今日が、小川先生は、今日は私やりますよ。見せてきます。24歳になるパワーを。はぁ、いこう。埼玉県、ありがとうございますさんからいただきました。一緒にいて。え？あれ？ちょっといけてましたね、今。いけてるか。あれ？私、来たーと思ったんですけど。お前、舐めてんのか、このコーナーを。あれ？私。セリフ何やったっけ？一緒にいてです。うん。一緒にいてじゃないのよ。
だからもうそういう、どう言うたらわかんのかな、お前ら。まあ、今日藤本も妊婦やから言うけど。はい、なんで私の。え、だから、その、愛を確かめ合ってる最中のセリフやねん、これを。かすれ、あ、かすれじゃないか。かすれじゃない、痛いっていうことや。一緒にいて。違う。聞くか。こんなしょ、こんな、はい、ゾロ先輩、このやつ。いや、大先輩でございます。はい、行こう行こう、もう。はい、行ってまえ、もう。行ってきます。ここ行ってきます。埼玉県の秋の味覚さんからです。帰っちゃやだ。どうですか、先生。だが、あの、お前ら、なんでもう一歩踏み出さないの。まあまあ、自分を守りたいっていう気持ちわかるよ。はい。もう一歩や、上や、わかるやろ、結果。お前、あれやろ、あの、なんでもできる子やろ。なんでもできる子やろ。じゃろ、うん、あの、だから、お前絶対やればできる子やから。じゃあ、壁をぶちのめして。ぶちのめぶちのめ。わかるぶち壊していきたいと思います。埼玉県の、そこか。すいません、すいません、すいません。ほんで、そこの読み方古いし、その。はい、言うだけない。やばい。いやでも、いやもう本当に本文から、本文からでいいですか。はい、じゃあ行きたいと思います。お願いします。帰っちゃやだ。まあちょっと良くなったね。いや、王じゃなし、まだまだやな。はい、はい、はい、京都市のマンドリルさんからです。はい、元気すぎるよ。お前、あれ、お前は怒った怒られた。元気すぎて、もう、元気、もう、また、お前、いつもの生活や、お前の旦那すやろ、絶対。早行けや。元気すぎるよ。あかん。おお、行こう。はい。東京都アクセスさんからいただきました。もう、ダメって言って。何やねん、それはもう。もう。早う、ちゃんとせえ。ダメって言ったのに。ちょっとツンデレなんかもんかしてくる。それ、お前やんか。ちょっとツンデレをイメージしたんですけど。全然なってない。はい、もう最後の結果もう。はい、岐阜県の4番 A さんからです。好きなくせに。頭が古い。古いですかね。4番 A すか、3からです。なんか古いな。すごい張り切ってるんですよね。そうそうそう。小島。はい。さあ、今日は久々のね、小川さんでしたけども、はい、いかがでございましたでしょうか。いやー、なんか、ね、最初はやっぱ始まる前すごい緊張したんですけど、まあ、久々だからね、はい、いやでも楽しいですね、やっぱりやっぱり楽しいです。やっぱでもまだ24歳 の、 あのこう力出てないからね。もうそのはずはないんですけれども。だからね、みんながあの自分自身が思ってるより、はい、経験値がやっぱり少なすぎるんですよ、うん、いろんなことが、まあ、だからもうこれは藤本にも言えることなんですけどもね、はい、あまりにも経験が少ないというのがまあ大きな判例ですね。これは難しいです。なんか自分が思ってるところのと声があるんですよ。自分のイメージしてる声と、あるけども出ないんだ。全然違う声が出てくるんですよ。発声されると、テレが操作するんでしょうかね。まだまだですね。まだまだね。きっとやっぱりこれからも恋していかなあかんね、はい、お前もね。はい、頑張ります。というわけで、今日は変な3人でしたけど、お相手は橋田さんま、村上庄司、藤本美貴、小川誠、吉川優。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。